また面倒なことになりそうだわ。何よ。敵じゃないわよ、私よ。だな。すまんな。気配を感じてすっ飛んできたもんでな。さて、霊夢が戻ったってことは、何かあったな。敵の目的。おそらく一部だけど、それが分かったから戻ってきた。その前に、まず無事かどうかを確認しないと。霊、無事だったわね。守るつもりだったが、平和なもんだったぞ。幻想郷って何が起こるか分かんないからね。念には念を入れていいものなのよ。ありがとうね、アスカ。いいってもんよ。そうだそうだ、霊夢。結局なんで敵が攻めてきたのか、分かったことあるのか。ちょうどそれについて、話そうと思ってたの。ちょっと待った。なんじゃらほい。あれ、悟りじゃない。もしかしてわざわざここまで来たの。敵の目的から考えて、ここに来ればいいかと思ったので。って考えたのは私だけじゃなかったんですね。よかったと言うべきかしらね。アリスに。もみじ。荒野大集合だな。何がどうなってんだ？ああ、なんだこの大集合。やっぱり霊の言う通りなんかあったな。あんたらまで出てきたし。霊がなんか気持ち悪いって言ってよ。とにかく外の様子を見に行けって言うから。あいつ寝ててもわかんのかよ。とにかく一人一人聞いていくわ。私は妖怪の山で応戦してましたが、その中で喋る敵と遭遇しました。どうも、仇を探すために幻想郷に来た様子で、上事のようにずっと、その状態で敵意むき出しのまま向かってきました。その後途中でいきなり停止して消えていきました。私が知ってるのはこのくらいです。私は霧の湖でキルノとユーミヤと一緒に応戦したわ。仇と言ってたのは、モミジと一緒。私の方では付け加えて別のことも言ってたわ。私を殺した奴は生かしておかん。って言ってたわ。死んでるはずなのにそうやって生きて話してるって、変な話だな。確かにな。でもそこまで恨む相手が、この幻想郷にいるのか。悟りはどう？あなたなら、能力で分かったことがあるんじゃないかって思うんだけど。そうですね。私はさらに付け加える形になることと、ここに来て分かったことがあります。相馬さん、というのですね。あなたなら、なんとなく心当たりがあるんじゃないですか。ごめん何のこと。正直、私も相馬に聞こうとしてたんだけどね。なんだよ二人して。もしかして敵の目的に俺が関係あるの？どうやら本当に知らないらしいですね。やだもう。僕辛い。お前そんなキャラだったか。俺もわかんない。ごめんて。それで悟り。そうでしたね。アリスさんのは初耳でしたが、私は喋る敵の心を読みました。すると、二人。いや、一人と一匹、と言うべきでしょうか。一人の方は、名前はわからないそう。一匹の方は、青い狐。そう言っていました。青い、狐。って言われちゃう？もうそれって、だよな。みんなわかってんの。なんだよみんな俺にも教えてよ。あなたのことでしょ。なんで俺なんだよー。だからあなたに心当たりがないか、と聞いたんですよ。わかるわけないでしょうが。さて、続きなんですけどもね。そして、その一人の話ですが、青い髪の剣士って、言ってました。それって霊のことなのか。私の知る限り、剣士も少ないですし、青い髪の人物も一人。霊さんだけです。決めつけは想定かもしれませんが、おそらく敵の目的は。霊と相馬が狙いでしょうね。またこれ、霊が苦労するやつじゃないか。なんで敵は霊のことを知ってるんだ。こいつ、この通り爆睡してんだぞ。霊が何かしたのかな。それともなんか恨みを買ったのか。なんで俺もなんだよー。マジ泣きじゃないですか。ほらほら、ツッコミしたけどお前と確定したわけじゃなかろう。その時来たら俺守ってやるから。頼むわ。レイは、どうしよう。ここから移した方がいいかな。でもレイさんは治療的処置を必要としてるんじゃないですか。今だって小石が定期的にここへ通ってますし。それに、目が覚めても動けるかどうか。そうよね。すぐに起きて、すぐに動けるわけじゃないからね。はぁ？ほんと、面倒事が多いわね。こうも突然の襲撃には対応しにくい。周囲の聞き込みから、おそらく相馬さんとヒイラギ霊が狙い。なぜ狙うのか、なぜ？考えろ。これまでの事件から関連できることは。はぁ、またいきなり怪物が襲撃だよ。ほんとだよ。今度は誰か探してるみたいだしね。早くあの子、
復活してくれないかな。あの子、誰のこと？ヒイラギくんだよ。ヒイラギくん。あ、あの子ね。確かに最近見ないわね。知り合いがちょっと見てたみたいだけど、あの子、すっごい怪我してたらしいわ。また、あの子ほんと死んじゃうわよ。アホだけどいい子なんだから。天然と言いなさいよ。まあいい子なのは間違いないけど、あの子のお団子、また食べたいわ。なんだ、良い評判ではないですか。おろ、エンマじゃないか。最近見なかったが何してんだ。聞き込みと原因調査。ってとこですね。いつものことです。にしては、なんかニヤニヤしてたぞ。どこから見てました？里の連中が霊について話してたとき。別にいいではありませんか。ヒイラギ霊のことがわかっただけですし。案外エンマも素直だぜ。それよりも、今回の敵の狙い、何か考えられることはないですか？脳筋に考えろって言われてもだぜ。あーでも、私がなぜか引っかかってることなら。なんでしょう。なんかさ、みんなの話を聞いてるとだぜ、言ってることは同じなのに、性別の違いや一人称の違いがあることなんだ。性別の違い？ま、頭の悪い私のちょっとした引っかかりだ。気にしないでくれ。いいえ、ありがとうございます。性別の概念がないような外見。しかし一人称が違う。しかしやってることは無機質的。理性があるとは？はぁ、エンマの私が言うのはおかしいですが、面倒事が多いもんですね。この使い方はこんな感じなのね。うんうん。まあ邪魔だったけど。ヒイラギ。で、我らは貴様に。ほんと大したもんねー。その報復心は、あなたたちを見つけた時に全て見させてもらった。けども、それほど我慢できないものなのね。殺された無念はそうそう簡単に晴れるもんではないぞ。ま、その恨みを増幅させることも、私の目的の一つ、なんだけどね。早く。仕方ないわねー本当に。じゃあ、準備はそろそろでいいかしらね。ふーん、そんなことがあったのね。レイ君は人気者ねー。ただいま戻りました。ヨウムー、お帰りなさい。謹慎中の身としてはすごく暇で死んじゃいそうだわ。あ、もう死んでるってツッコミはなしでお願いね。ヨウムちゃん、天に召されているではありませんか。あら、思ったのと違ったわね。そうだそうだ。ヨウム、今日何かあったの？はい。敵の襲撃に遭いました。どうも霊が狙いの一つだそうで。ほん。なんかね、魂たちがたくさん同じこと言ってたからね。魂たちが。ほんと。愛されてるわね、霊君って。そうですね。あ、それと、そうまって子も狙われてるんですって。霊夢から聞きました。青い狐って、その子はどんな子なのかしらね。ふふ、また興味が湧いてきたわ。まずはここから出れないといけませんね。いやだわもう。ヨウムちゃんが私をいじりに来るなんて。あはは、ちゃんと仕事はするので、許してくださいね。ならばよしよん。それでは、またしばらく席を外しますね。わかったわ。今日のご飯は何かしら。ん？あらら。なんだか落ち着かない魂がいるわね。これは、怨念、かしら。今、俺ができることと言ったら。何怖い顔して、どうしたっすか？そうま、付き合え。何に？捨てる弁。ほえ？おい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 、いきなり変化させるとはどういうこった？お前と霊を守らなきゃいけないってのに、俺が強くならなきゃ意味ねえだろ。それに、俺なりに考えてることがあるんだ。それにはお前が必要なんだ。なんだ、それならいいけども。だけどアスカ、俺にもコントロールできないしの恐怖は絶対につきまとうぞ。冷静に考えてみれば、戦いはしの恐怖と隣り合わせじゃないのか。そう考えや、どうってこと。あら、どうしたの、そんな構えちゃって。結構汗すごいけど。強くなりたい。俺が、一番弱いから。相手になりましょうか。よければ頼む。
了解、お手柔らかにね。それ、こっちのセリフだ。あらまあ、これはこれは。いててて、派手に転んだ。弾幕、かわそうとしたんでしょ。でも避ける時の動き、そんなに悪くなかったわよ。あれ、なんか俺地面に落ちてる。うん、落ちてるわよ。アスカくんが思いっきりすっ転んだから。おいおいおい、すまんすまん。よし、もう一回お願いできるか。いいわよ。そうだった、アスカの腫瘍、約束してたわ。なるほど。というかまずは単純な戦闘スタイルしてる人から相手した方がいいんぜ。そうねー、まずは同じ剣としてもミジとヨウムに相手してもらいましょうか。あかん、めっちゃこける。アスカ、戦いよりも筋力や体力じゃね。そうかも。